皆さんおはようございます。発表に入ります前に、生活保護業務につきまして、市民の皆様にご報告と、お詫びがございます。昨年11月に判明をいたしました、生活保護費の過大支給を受けて、市内、すべての生活保護受給世帯についても、総点検を行うお約束をしたところでございます。そしてこの度その調査結果がまとまりましたのでご報告を申し上げます。総点検の結果、過大支給が124件で合計約1200万円、過小支給が52件で合計約1100万円、金額に影響のない案件が31件、課徴決済を経ずに保護費を支給していた案件1件が新たな事務処理ミスとして判明をいたしました。前回分の課題支給も含めまして、市長として市民の皆様に、並びにこの誤った生活保護費を受給された皆様に深くお詫びを申し上げます。調査結果を受けて、直ちに、改善、すべきところは、改善をするように、指示をいたしますとともに、私自身、今月6日から8日にかけまして、すべての区役所を回り、特に保護課の職員、と原因及び課題について直接意見交換を行いました。その結果、1人のケースワーカーが受け持つ世帯数が標準の80を超えて平均100から130となっておりまして、過重な負担が現場にかかっていること、またケースワーカーを指導監督する査察指導員も充足していないことなど、主に組織体制に問題があることが判明をいたしました。このことに加えまして、例えば、単純なヒューマンエラーだけではなく、チェック機能不足、複雑化する生活保護制度に対する職員の知識、理解不足、さらには保護課内で、ノウハウの蓄積、継承がうまく機能していないなど、多くの課題が山積をしておりまして、これらを総合的に改善することが必要であると痛感をいたしました。以上の危機的状況を踏まえ、業務全体を見直すために生活保護業務の抜本的な改善を行うことといたしました。具体的には1点目として、組織職員体制の強化、2点目はチェック体制の強化、3点目業務改善委員会の設置、4点目研修体制の充実、5点目、新電算システムの機能強化等に取り組んでまいりたいと考えております。なお詳細につきましては、この会見後に担当課の方からご説明をさせていただきますが、単にこの事務処理ミスの防止にとどまらずに、この市民生活に密着した生活保護業務の本来の目的であります受給者の皆様の自立支援に一刻も早く全力を傾注できる体制とすべく全力を挙げて取り組んでまいりたいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。